岩屈の聖母、岩屈の聖母、岩屈の聖母は、世紀ルネサンスを代表するイタリア人芸術家、レオナルド・ダ・ヴィンチが描いた絵画。ほぼ同じ構図、構成で描かれた2点の作品があり、最初に描かれたと言われるバージョンは、パリのルーブル美術館以下、ルーブルバージョンが、後に描かれたと言われるバージョンは、ロンドンのナショナルギャラリー以下、ロンドンバージョンが、それぞれ所蔵している。 両バージョンともに高さが約2メートルという大きな作品であり、油彩で描かれている。もともとはどちらも板に描かれていた板絵だったが、ルーブルバージョンは後にキャンバスへ移植された。どちらの岩窟の聖母にも、聖母マリアと幼児キリスト、そして幼い洗礼者ヨハネと天使が岩窟を背景として描かれている。 二つのバージョンの構成における重要な相違点として、画面右の天使の視線の向きと右手の位置が挙げられる。その他の細かな相違点には、色使い、明るさ、植物、スフマートと呼ばれるぼかし技法の使い方などがある。関係する制作依頼年度は、記録に残ってはいるものの、その他の来歴はほとんど伝わっておらず、どちらのバージョンが先に描かれたのかについても未だに議論となっている。 祭壇がたる岩窟の聖母の両横に飾るための絵画も同時に発注されており、楽器を奏でる天使を描いた2点の作品をレオナルドの協業者が制作した。現在この2点の作品はナショナルギャラリーに所蔵されている。ルーブル美術館が所蔵する岩窟の聖母は多くの美術視野からロンドンバージョンよりも先に描かれた初期バージョンだと考えられており、 レオナルドが一人で1483年から1486年頃にかけて描き上げたと言われている。ルーブルバージョンの大きさは、ロンドンバージョンよりも8センチメートルほど縦に長い。ルーブルバージョンに関する最初期の確実な記録は1625年で、フランスの王室コレクションに収められているというもので、ある。ルーブルバージョンは1483年に、 ミラノで制作依頼を受けて描かれた。しかしながら何らかの理由でレオナルドはこのルーブルバージョンを密かに別人に売却し後にロンドンバージョンを描き直してミラノへと引き渡したと考えられている。内容が告示した作品がなぜ2点制作されたのについては様々な説が存在している。またこのルーブルバージョンは レオナルドが創始した、あるいは完成したと言われるスフマートという技法を完璧に芸示している作品であると言われている。ロンドンのナショナルギャラリーにも1508年以前に描かれたレオナルドの作品だと言われるルーブルバージョンに告示した岩屈の聖望がある。以前はレオナルドの弟子が描いた箇所がある程度存在すると考えられていたが、 ナショナルギャラリーが実施した修復作業の過程でほとんどの箇所がレオナルドの手によるものであると発表た。ロンドンバージョンはミラノのサンフランチェスコ・グランデ教会にある聖母、無限在の親鳥新人会の礼拝堂の祭壇画として描かれた。1781年頃に教会がこの作品を売りに出し、遅くとも1785年にはスコットランド人画家ギャビン・ハーミルトン、 が購入して、イングランドへ持ち込んでいる。その後、複数の収集家の手を経て、1880年に、ナショナルギャラリーが購入した。ロンドンバージョンの、岩屈の聖母は、楽器を奏でる天使が描かれた2枚の作品と共に、祭壇画として飾られていたと考えられている。現在、ナショナルギャラリーが所蔵する、この2枚の天使の絵画は、1490年から1495年の、 間に完成したとされている。赤い服の天使が描かれた絵画は、レオナルドの共同作業者、アンブロージオ・デレディスの作品で、緑の服の天使が描かれた作品は、レオナルドの弟子、おそらく、フランチェスコ・ナポレターノの作品だと言われている。ミラノのサンフランチェスコ・グランデ教会付属の無限在の、親鳥礼拝堂は、ミラノ公ガレアッツオ・一世、ビスコンティ公妃、コーヒー ベアトリー・チェデステの寄付によって1335年以前に建てられた廃堂である。1479年にこの無限在の親鳥礼拝堂を管理、使用していた無限在の親鳥新人会がフランチェスコ・ザ・バッターリとジョルジョ・デッタ・キエーザとの間に礼拝堂のボールト色の契約を結んだ。引き続いて無限在の親鳥新人会は1480年に ジャコモデル・マイイノとの間に礼拝同様の祭壇制作の契約を結んだ。この時制作されたのは彫刻などで装飾された祭壇画用のスペースを確保した木製の祭壇で、制作代金の最終支払い日は1482年8月7日のことだった。1483年4月25日に、サンフランチェスコ・グランデ教会司教、バルトロメオス・スコルリオネ・トム現在の 親鳥新人会が、レオナルドとアンブロージオ、エヴァンジェリスタのデプレディス兄弟に礼拝堂祭壇画の制作を依頼した。この時に結ばれた契約内容には、三名の画家の役割が明確には謳われていなかった。契約書にはレオナルドは、マスター、親方、アンブロージオは、画家として記されている。エヴァンジェリスタは、金箔紙と顔料の調合、準備を担当していたと考えられている。 無限在の親鳥新人会とレオナルドらが交わした契約書には描かれる祭壇画の構成や色使いなどの仕様が指定されていた。中央パネルには聖母マリアと幼児キリスト、おそらくダビデとイザヤと思われる二人の預言者、さらにこの四名の周りに天使たちを描くこととなっていた。また祭壇画上部の半円形のルネット部分には父なる神と 聖母マリアと馬小屋の礼婦が廃されることになっていた。レリーフの人物像には鮮やかな彩色がなされ、金箔が貼られる予定だった。中央パネルの両横には四人の歌う天使のパネルと楽器を奏でる、天使のパネルが置かれはずだった。その他、マリアの一生を表現した多くのレリーフの制作が指定されており、主要な歌詞の色使いや金箔使用量などが、 契約書に詳細に記載されていた。無限在の親鳥新人会から祭壇画の納品日に指定されたのは1483年12月8日で、この日は無限在の親鳥新人会の祝日にあたる日だった。レオナルドたちに与えられた祭壇画制作期間は8ヶ月しかなかったのである。祭壇画の制作契約が結ばれると1483年5月1日に、 手付金として100リラが支払われた。その後、1483年7月から1485年2月まで、毎月40リラの合計800リラが支払われている。当初の契約では、最終支払いは1483年12月に、予定されていた作品の完成、搬入との引き換えで行われることになっていた。四百九十年から百九十五年に、 かけて、レオナルドとアンブロージオは無限財の親鳥新人会に契約書では、祭壇画の中央パネルだけで800リラの代金となっているとして、残りのパネルやレリーフの制作代金として、さらに1200リラの支払いを求めた。しかしながら、この要求に対する無限財の親鳥新人会からの返事は、残代金として100リラのみを支払うというものだ。 レオナルドとアンブロージオは、レオナルドのパトロンでもあったミラノコールドビーコスフォルツァに、この問題に関して、自分たちに有利になるような仲裁をしてくれるように、依頼した。これにより、裁断側改めて専門家による評価を受け、無限在の親鳥新人会が支払った価格よりも、価値があると判断されたと考えられている。レオナルドとアンブロージオは、支払い問題が合意に達しない場合には、 祭壇画から中央パネル以外の装飾を取り除くとしていた。1503年にアンブロージオは自分自身と死去した弟エヴァンジェリスタの子供のために再度支払い要求の訴えを起こした。当時のミラノの支配者だったのは1499年にミラノ公国へと侵攻しスフォルザクゲを追放していたフランス王ルイ12世だった。アンブロージオの訴えを耳にした。 ルイ十二世は1503年3月9日にアンブロージオに有利になるように理をらうことを求めた書簡をミラノ司令官に送っている。それでも無限在の親鳥新人会は1503年6月23日に祭壇画の価値の再評価を求めるアンブロージオからの要請を拒絶すると発表した。しかしながら最終的にはアンブロージオの要請が認められ、 1506年4月27日に祭壇画の価値が再評価されることとなった。そしてこの再評価で祭壇画は未完成であると判定され、レオナルドに祭壇画を最後まで描き上げるようにという勧告がなされている。しかしながら当時のレオナルドはフランス軍がイタリアへ侵攻した1499年以来ミラノを離れていた。右与曲折の末、 1508年8月18日に、岩屈の聖母は無限在の親鳥礼拝堂に納入された。アンブロージオは1507年8月7日と1508年10月23日に、合計200リラの支払いを受けている。この、アンブロージオの支払い金額の受け取りに同意した、レオナルドからの所管が現存している。現在のロンドンバージョンと考えられている。 無限在の親鳥礼拝堂の岩屈の聖母はペストの罹患を防ぐとして1524年と1576年に信仰の対象になったことがある。しかしながら無限在の親鳥礼拝堂が取り壊されることとなり、1576年に岩屈の聖母も礼拝堂から運び出された。その後1785年頃にスコットランド人が彼が小でもあったギャビン・ミルトンが 無限罪の親鳥新人会を前身とする宗教的、互助会の関在人カウント地コーナーから、眼窟の聖母を購入した。ハミルトンが1798年に死去すると、ハミルトンの遺産相続人たちが、眼窟の聖母をランズダウン教へ売却した。そして1880年に、ロンドンのナショナルギャラリーが、当時の眼窟の聖母の所有者だったサフォーク博から休戦。 ギニーで購入した。当時の保存状態は極めて悪く、レオナルドの作品とする研究者もいれば、ベルナルディのルイーニの作品とする研究者もいた。2005年6月にナショナルギャラリーは、岩屈の成母を赤外線リフレクトグラムで調査し、現在の構成とは異なる死体を発見した。死体には、右手で左胸を押さえている。 おそらくひざまずいている姿勢の女性が描かれていた。この死体から当初のレオナルドは幼児キリストへの礼拝を主体として描こうとしていたと考え研究者もいる。その他にも X 線や赤外線による解析の結果、現在の岩屈の聖母と死体には様々な相違点、修正箇所が見つかっている。2009年と2010年にナショナルギャラリーは 岩屈の聖母に洗浄と保存作業を実施した。ナショナルギャラリーは、岩屈の聖母の大部分、おそらくは、すべてがレオナルドによって描かれもので、一部未完となっている作品であることが、この作業で判明したという予備声明を発表している。そして2010年末にナショナルギャラリーから、レオナルドの新作であるという公式発表が出れた。現在ルーブル美術館が所蔵している。 岩窟の聖母をカッシアーノ・デルポッツァが1625年にフランスのフォンテーヌブロー宮殿で目にしたという記録が残っている。1806年に絵画修復家でもあったフランス人神父枠院が板を指示体として描かれていた岩窟の聖母をキャンバスへと移植した。また2011年と2012年に短期間ではあるがルーブル美術館肖像の 岩窟の聖母とナショナルギャラリー肖像の岩窟の聖母が同時に展示されたことがある。これはナショナルギャラリーが企画したミラノコールドビーコスフォルザの宮廷でのレオナルドの画家としての業績を紹介する展覧会でのことだった。岩窟の聖母が無限在の親鳥礼拝堂で祭壇画として飾られていた時に付属していた。 楽器を演奏する天使が描かれた二枚のパネルを1898年にナショナルギャラリーが購入した。おそらくこの祭壇画の主題として当初望まれていたのは聖母マリアの諸女解体の秘跡である無限在の親鳥により近いものだった。無限在の親鳥には独特な概念が存在し、教会はキリストは諸女たるマリアを母として誕生した。 神の子であるという教理を常に掲げてきた。15世紀には、フランシスコ修道会を中心として、諸女マリア数計が盛んとなり、マリアの諸女解体は、純潔と同義になっていった。このマリア数計はマリアが、諸女のまま神の子を産んだとする秘跡に対するものではなく、マリアが神の子を宿したことによってアダムとエヴァの、末裔たる人類が逃れることのできない現在から、 マリアが解き放たれたことに対する信仰である。当初の岩窟の聖母の納品指定日は12月8日だったが、これは無限在の親鳥の祝日が12月8日だったためである。岩窟の聖母の制作依頼がなされた1483年は、ローマ教皇シクストゥス4世が無限在の親鳥の教義を受け入れない者はカトリックから破門すると脅した年でもあった。ルーブルバージョンも、 ロンドンバージョンも主題となっているのは幼児キリストへの幼い洗礼者、ヨハネの礼拝である。このようなエピソードは聖書には記されていないが、マタイによる福音書第2章に書かれている聖家族のエジプトへの逃避と関連する主題となっている。マタイによる福音書2時13分15にはユダヤのオーヘロデが幼いキリストを殺そうとしていると夢で警告を受けたヨッセフが 妻マリアと子、キリストを連れてエジプトへ逃げ出したというエピソードが記されている。ヨハネとキリストは親族だったとされているが、ヨハネがこのエジプトへの逃避に加わっていたという記述は聖書に存在しない。ただし、大天使ウリエルに連れられたヨハネがエジプトへと向かっている、聖家族と出会ったという伝承は存在する。ルーブル美術館公式ウェブサイトでは、 岩屈の聖母に描かれている天使は大天使、ガブリエルだとしている。これは、洗礼者、ヨハネの辞責を記した外天のヨハネがガブリエルに連れられて、ベツレヘムを後にしたという記述に合致するが、外天にはヨハネがエジプトへ逃避しているキリストと出会ったという記述は存在しない。聖母マリアと幼児キリストを礼拝する洗礼者ヨハネという主題は、 ルネサンス期のフィレンツェ美術ではよく見られた構成だった。ヨハネはフィレンツェの守護聖人であり、フィレンツェで制作された美術作品にはよく取り上げられていた聖人だったので、ある。聖母、マリア、幼児、キリスト、先霊者、ヨハネの三者を主題とした作品を制作した芸術家にはフィリッポリッピ、ラファエロ、ミケランジェロラがいる。どちらのバージョンの 岩屈の聖母も背景は岩場となっている。キリスト降誕を描いた絵画作品では洞窟のような場所を背景として描かれることがある。美術史家ケネス・クラークは岩場を背景に聖母を描いた最初期の絵画としてメディチ家からの依頼で描かれた立ピの作品を挙げている。このような構成で描かれた絵画は前例がなくこの立ピの作品も通称 岩屈の聖母と呼ばれている。ロンドンバージョンも、ルーブルバージョンも、同一の主題が描かれており、全体の構成も同じである。このことはどちらかの作品が、複製がないし派生画であることを意味する。しかしながら、両作品には、詳細表現、色使い、光の表現、顔料の使用技法などに差異が見られる。どちらの作品にも、聖母、マリア、幼児キリスト、 幼い洗礼者、ヨハネ、天使の四人の人物像が描かれている。岩場を背景にした人物たちは三角形を構成する配置がなされ、岩場の円形には山並みと渓谷が描かれている。人物たちが構成する三角形の頂点に位置するマリアは右手をヨハネの肩に回し、左手をキリストの頭上に掲げている。ひざまずいたヨハネはキリストを見つめながら両手を合わせて、 キリストに祈りを捧げているように見える。最前面に描かれたキリストは天使に背中を支えられ、ひざまずくヨハネに向けて右手を掲げて祝福を与えている。ルーブルバージョンに比べるとロンドンバージョンの方が人物がやや大きく描かれている。両作品における構成上の最も大きな相違は画面右側の天使の描写である。ロンドンバージョンでは 天使の右手が自身の膝に置かれているのに対し、ルーブルバージョンではヨハネを指さしている。さらに、天使の視線がロンドンバージョンでは穏やかに伏せられているの対し、ルーブルバージョンでは干渉者の方を向いているように見える。全体的に、ロンドンバージョンの方が衣服を着用している人物の肉体表現なども含めて外形が明確に描かれている。背景の岩場も ロンドンバージョンが極めて詳細に描かれているのにひると、ルーブルバージョンはぼんやりとしている。人物の顔の明暗表現も、ロンドンバージョンの方が、くっきりとしている。ルーブルバージョンでの人物の顔や姿形の描写は、繊細であり、スフマート技法の多様によって、微妙にぼやけた表現となっている。ルーブルバージョンの色使いは穏やかで温かみを感じさせるが、これは、 画肌表面に塗布されたワニスの色調によるところが大きい。他に色使いの際として天使が着用するローブがある。ロンドンバージョンの天使のローブには赤色は使用されていないが、ルーブルバージョンのローブは鮮やかな赤色と緑色が使用れている。また、ロンドンバージョンには頭上の円光、ヨハネが持つ細長い十字架といった成人を象徴するエンブレムが描かれているが、 ルーブルバージョンにはこれらのエンブレムは枯れていない。ナショナルギャラリーの館長マーティン・リビスは確かなことは言えないとしながらも、これら金色で描かれているエンブレムは他の画家によって描き足されたのではないかという可能性を示唆した。周囲に描かれている植物もルーブルバージョンの方が写実的に描かれているのに対し、ロンドンバージョンには空想的な植物が描かれている。 ナショナルギャラリーには、無限在の親鳥礼拝堂で、岩屈の聖母と共に飾られていた2枚のパネルが、所蔵されている。当初の契約では2枚のパネルに楽器を演奏する、天使と歌う天使の4名が枯れることになっていた。しかしながら、ナショナルギャラリーが所蔵するパネルには楽器を演奏する、同じ方向を向いた、天使2名しか描かれていない。ビオラを演奏する、緑色の衣装の天使と、 リュートを演奏する赤色の衣装の天使である。足の位置やゆったりとした衣装のひだの表現がよく似ており、どちらの天使も同じデザインの主体から描かれた可能性がある。赤い衣装の天使はアンブロージオ・デ・プレディスが描いた作品であると考えられており、緑色の衣装の天使の作者は判明していないが、ナショナルギャラリーはフランチェスコ・ナポレターノではないかとしている。どちらの天使も 灰色の壁岸の中に描かれている。赤外線解析の結果、緑色の衣装の天使のパネルには、当初風景が描かれていたことが判明している。赤色の衣装の天使のパネルは、不透明な灰色の顔料が厚く塗布されているため、背景に何が描かれていたのかはわかっていない。無限在の親鳥礼拝堂では、岩屈の聖母の両隣に、 この2枚のパネル飾られていたと考えられており、ナショナルギャラリーは祭壇の高い位置に配置されていたのではないかと推測している。ルーブルバージョンとロンドンバージョンの関係性は未だに議論の的となっている。主たる議論となっているのは、それぞれの作品の制作年代や作者、描かれている象徴性などである。2011年と2012年の短期間ではあるが、 ナショナルギャラリーの一室で、おそらくは、史上初めて両作品が同時に展示され、学者たちの様々な研究に寄与した。ほとんどの美術史やが、ルーブルバージョンの制作年度の方が古いと考えている。ナショナルギャラリーの館長だったマーティン・デイビスも、ルーブルバージョンはその作風からレオなどの初期の作品で、ロンドンバージョンには、 レオナルドコーキの作品の演じ組みが感じられるとしている。そしてロンドンバージョンはルーブルバージョンからの派生作品だと結論付けた。そして多くの研究者がルーブルバージョンこそ1483年の聖母、無限在の親鳥新人会からの依頼で描かれた作品であると考えている。マーティン・ディビスをはじめルーブルバージョンの制作年度は1483年では、 なく聖母無限在の親鳥新人会からの依頼前、おそらくはレオナルドがフィレンツェ在住だった時期に、すでに生が開始されて完成していたのではないかと推測している研究者もいる。ディビスは、レオナルドは聖母無限在の親鳥新人会からの依頼に応じて、ルーブルバージョンをした時期として、ロンドバージョンを1480年代に制作したという説を唱えた。美術史家。 ケネス・クラークもデビスの説に賛同し、ルーブルバージョンは1481年以前に完成しており、ロンドンバージョンは1483年から制作が開始されたのではないかとしている。デビスらの説に対し、ジャック・ワッサーマン、アンジェラ・オッティーノ・デッラ、キエーザなどの研究は、両作品ともにその大きさが、祭壇がそのものであり、制作以来前に描かれた絵画が、 祭壇画としての注文通りの大きさであることは考えられないとした。ワッサーマンはおそらくルーブルバージョンは収められるべき祭壇の場所に合わせて描かれており、留め金の跡が存在しないのは19世紀にキャンバスへと移植されているためだと推測している。岩屈の聖母が2点存在することの説明として最もよく知られているのはレオナルドは1438年の制作以来に 応じて、ルーブルバージョンを描いたが、後に何らかの理由で他社にルーブルバージョンを売却し、代替品として、ロンドンバージョンを制作したというものである。この説に従って、代金の支払いをめぐる、数々の異かいを経た後の1480年代後半に、ルーブルバージョンが他社に売却されたとする。その場合、長きにわたる争いや、交渉のため1 5 0 8年まで礼拝堂には、 納品されなかったオリジナルの代替品であるロンドンバージョンは1486年頃から制作が開始されたということにいる。この仮説は非常に広く受け入れられており、ナショナルギャラリーのウェブサイトにもルーブル美術館のウェブサイトにも同様の来歴が紹介されている。美術史家マーティン・ケンプはルーブルバージョンが1483年から1490年にかけて ロンドンバージョンが1495年から1508年にかけて描かれたと主張している。両作品の制作年度やルーブルバージョンが先に描かれた後に第三者に売却され、ロンドンバージョンが代替品として描かれたという説に異論がないわけではない。タムシン・テイラーは作風から見てロンドンバージョンの方が古くレオナルドのフィレンツェでの修行時代の作品だとし、 ルーブルバージョンは、最後の晩さん、1495年から1498年、や、聖アンナと、聖母子、1508年頃とよく似ており、特に繊細なスフマート技法に共通点が見られると、指摘している。図像学の観点からテイラーは、ロンドンバージョンが1483年の、製作以来での使用要求を満たしており、ルーブルバージョンは1490年代に全く、 別の依頼主のために描かれた作品だと主張している。ルーブル美術館の岩窟の聖母は間違いなくレオナルドの新作だとされている。これに対し、ナショナルギャラリーの岩窟の聖母はデザインはレオナルドだが絵画として仕上げたのは工房弟子だと考えられてきた。ルーブル美術館のウェブサイトや様々な研究者がナショナルギャラリーの岩窟の聖母がレオナルドの監督のもとで アンブロージオ・デ・プレディスが1485年だ1508年に制作したあるいは大部分がアンブロージオが描いたものでレオナルドが手を入れたのは極くわずかな箇所に過ぎないとしている2009年と2010年に岩窟の聖母の洗浄保存処置が行われたこの結果ナショナルギャラリーの岩窟の聖母は大部分がレオナルド自身が描いたものであり これまで考えられていた説とは違って、工房の弟子の手による箇所はほとんど存在しないことが判明したと、同ギャラリーのキュレーターであるルーク・サイスンが発表した。地質学者アンシー・ピッツォルスソは、ロンドンバージョンには、ルーブルバージョンには見られない、地質学上の誤りがあり、ロンドンバージョンが、レオナルドの新作であるとは考えられいとしていた。しかしながら、タムシン・テイラーは、 円形に青く見える渓谷は、フィヨルドと氷河であり、イタリアには存在しない風景だと指摘したピッツォルッソの説を、北方ヨーロッパにありふれた、急峻な崖を持つ湖が描かれているだけだと一周し、さらに、ピッツォルッソが、砂岩の塊だとしているものは、苔の茂みに過ぎないことが、ナショナルギャラリーが行った荒い作業によって明らかになったとして、ピッツォルッソの説を否定している。 楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。